産後5ヶ月での競技復帰。最初は何もできないところからのスタートだった。それでも再びマットに戻れたのは家族や周りの人たちの支えがあったから。世界の頂点に立った。結婚して娘が生まれた。夢だったものはもう手に入れた。でも私の挑戦はまだ終わらない。できるできないではなく、母として一人の選手としてどこまでいけるのか。私は今日も自分自身に挑み続ける。金城梨紗子。